はい、どうも、一分映画批評です。今回紹介する映画はこちら。隣の影、70点。隣の老夫婦の家の庭に生えている大きな木が気になる夫婦。アイスランド発の疑心暗鬼、隣人トラブル心理スリラーでした。隣の家の木めっちゃ日陰なるんですけど、こう日照権侵害してるんですけどから始まる分かりやすい隣人問題に加えて、老夫婦には老夫婦の問題が、そして老夫婦の息子には老夫婦の息子の問題がと、89分短めの尺の映画なんですけど、情報量もなんですけど、どの問題もとにかく胃にガツンとくる感じが心苦しかったですね。ほんの小さなトラブルが口論に発展して、ほんと修復不可能レベルの疑心暗鬼を生み出していく様子、疑心暗鬼の文字通り人の心に鬼を宿していく様子は、決して飛躍した思考回路ではなく、観客にもわかる心の動きで、いやそれやりたいのわかるんだけど、いやそのボタン押したらダメだよ、うわそのボタン押したらダメだよ、やばいって、とじりじりと人の道を踏み外していく感じ、怒りの矛先をどうしたらいいのかわからない感じのやらしさ、すごい繊細に感じましたし、ブレーキを踏むべきキャラクターのこう頼りなさというか、しょぼい感じとか、ほんとね、うまいんですよね、そこら辺のがね、この映画ね、はい。隣人ガチャ大失敗、恐怖の隣人トラブル映画でした。